パリのポンデザール。無数の愛の南京城が取り付けられている。愛の南京城とは、恋人たちが永遠の愛の象徴として、南京城をフェンスや門扉、橋などの公共設備にかける儀式である。その対象となる場所は、世界中で増え続けており、鍵をかけるためのモニュメントが特設された土地もあるが、景観を損ねるだけでなく、 安全性に問題が出る恐れもあることから、世界各地で撤去作業が行われている。1990年代から2000年代の初めにかけて見られるようになった現象で、その起源については定かではないが、セルビアやイタリアなどでは発祥となった伝説や作品まで遡ることができる。セルビアのブラニツカ・バニャにある、愛の端ことモストリバビヨーロッパではこの現象が二千年代初頭に、 始まった。例えばパリでは、恋人同士の名前をイニシャルで刻んだ南京城を橋の欄干にかけ、セーヌ川に鍵を投げ捨てて、不滅の愛の誓いとした。愛の南京城の起源については、諸説あり、この儀式が行われる場所ごとに由来があるが根拠には、乏しく、文献もないことがほとんどである。ローマのミルビオ教での愛の南京城の大流行は、 イタリアの作家フェデリコモッチャの2006年の小説法、ウォルやディテとその映画化作品のヒットによるものであるの、続編にあたる第2作で、1作目は2004年にイタリアで映画化され、この2作目も2007年に映画化されている。また、スペインでも映画化されており、日本でも1作目は、空の上3メートル、2作目は、その愛を走れの台で、DVD が発売されている。 同様に、セルビアにある橋についても、第二次世界大戦以前にまで遡ることができる。地元のブラニスカバニア出身のナーダという女教師は、セルビア人士官ディルジャと恋に落ちた。互いに愛を誓い合った二人だが、ディルジャは、その後ギリシャへ行き、そこでコルフ島生まれの女性と恋をする。結果的に、ディルジャとナーダは、破局し、ナーダはこの辛い経験から立ち直ることはないまま、 しばらくして亡くなった。そして、恋を成就させたいブラニツカバニアの少女たちは、リルジャとナーダが合い引きに使っていた橋の欄干に、自分と恋人の名前を書いた南京錠をくくりつけるようになったと言われている。台湾の豊原駅の鉄橋にはタイになった南京錠がいくつもかけられている。地元では、願いの鍵として知られており、下を通る電車によって発生した磁場が鍵に、 蓄えられるエネルギーを生み出し、願いを叶えるという伝説が語られている。フェンスにかけられた無数の南京城日本では、神奈川県平塚市の湘南平のテレビ塔をめぐる、フェンスがこの愛の南京城をかける場所として知られている。一説によるとこの習慣は1991年頃に始まるとされるが、そもそもなぜ南京城なのかを含めてはっきりとしたことは、分かっていない。 美観を損ねるという理由から公園側が撤去作業を続けたため愛の南京城が付けられる箇所が江の島に移ったと言われている。モスクワのボドートボードヌイ運河に架かる橋には専用の鉄製のツリーがいくつも設置されている N ソウルタワーに架けられた南京城と地上236.7メートル高さにある足場から鍵を放り投げることを禁止する。 注意書き多くの国でその土地の自治体やランドマークの所有者が懸念を表明し、南京城を撤去しようとさえしている。神戸のビーナスブリッジでは手すりに南京城が付けられることを防ぐため、専用のモニュメント、愛の鍵モニュメントを設置した。ありがとうございます。